東マレーシアは、サバ州とサラワク州とラブアン連邦直轄領を含む、ボルネオ島地図。大々色が、東マレーシア。東マレーシアは、サバ州、サラワク州及び、ラブアン連邦直轄領、もしくは、マレーシアのボルネオ島としても知られる、ボルネオ島北部のマレーシア連邦を構成する、地域である。マレー半島にあり首都のクアラルンプールを含む、 半島マレーシアと対比して、当初マレーシアと呼ばれることもあり、サバ州とサラワク州、ラブアン連邦直轄領が含まれている。この二つの領土は南シナ海で隔てられている。東マレーシアは西マレーシアより人口が少なく発展していないとは、いえ、領域は広く特に天然資源を豊富に産出している。現在の東マレーシアの一部は、かつて、 ブルネー帝国の沿岸統治の一部であった。しかしほとんどの内陸部は独立した部族社会のものであった。1658年、サバ州の北と東の沿岸部がスールー王国に割上されたが、サバ州の西側沿岸部とサラワク州のほとんどはブルネー王国領に留まった。サバ州とサラワク州は19世紀中央の初めにイギリスの保護領となり、 1946年、イギリスの植民地になった。サバ州とサラワク州は、イギリス領マラヤからの分割された、英領植民地であり、1957年にマラヤ連邦の一部にならなかった。しかし、オノオノは1963年に、マラヤ連邦やシンガポールと共に、新たなマレーシア連邦の一部になろうと投票した。あらかじめ北ボルネオ連邦の下で、 ブルネイやサバ州、サラワク州を統合する努力が行われたが、ブルネイ暴動が起きて失敗した。サバ州とサラワク州は、他の西マレーシア諸州より高い自治を獲得していた。例えば両州は、西マレーシアからのマレーシア市民は東、マレーシアを訪れる際にパスポートか身分証を所持するのが必要になるような独自の入国管理ができた。ラブアントは1984年に、 マレーシアで連邦直轄領になる前の1946年には営業を来たボルネオの一部であった。1990年にオフショア金融の中心になるために利用された。2010年から資源の御用や非合法移民などの主張があるためにマレーシア連邦からの離脱の可能性について少なくとも国民の間で施策や議論が行われている。サバ州とサラワク州は マレーシアやシンガポールと対等にマレーシア連邦に加わったか、単にマラヤ諸州の対等な相手になっただけかという議論の根源がある。合意内容は、サバ州とサラワク州は、単にマレーシア半島部の諸州と比べてわずかに高い自治を持った連邦の州であるというもののようである。例えば東マレーシアの州は、マレーシアの他の諸州からの市民の入国を規定する。 法律を独自に持つのに対して、マレーシア半島部では東、マレーシアからの訪問者を含む習慣の旅行や移民に関する規定はない。マレーシア半島部に適用される全国土地法に反するものとして、サバ州とサラワク州に適用される独自の土地法もある。司法に関しては東マレーシアの裁判所は、マレーシアの連邦裁判所の一部である。 マレーシア憲法は同格の司法権の二つの高等裁判所があると規定している。サバ州とサラワク州の高等裁判所の現在の長官はサバ州出身のリチャード・マランジュムである。その役職はマレーシアの司法制度で四番目に高い。サラワク州やサバ州、ラブアン連邦直轄領は現在二つの州が最初の選挙を行って 以来与党連合国民戦線に向かう多数派の議席を有して、マレーシアの国会に全部で222議席中57議席を有している。しかし東マレーシアの権利の声であるサバ州出身のジェフリー・キティンガンは、東、マレーシアからの議席数が、コッボルド委員会報告に述べている35%の理想的な代表に比べて、 マレーシアの国会において低い代表数であることを憂慮している。2013年マレーシアの総選挙の結果が出ると、東マレーシアは、マレーシア半島部における戦線の憂鬱な結果に、続き国民戦線連合が勝利する133議席中全部で47議席を獲得した。 このことは2008年マレーシア総選挙の57人中11人の閣僚から2013年の61人中20人の閣僚にマレーシアの内閣の東マレーシア担当の大臣や副大臣の割当増加に結びついている。東マレーシアは半島部と対等に扱うべきだとの基本から地元出身の議員は2011年から東マレーシアから 連邦内閣に少なくとも一人の副首相を任命すべきだと連邦政府に要請している。サラワク州やサバ州の政党はそれぞれ独自に発展した。政党交代や執行部の争いは両州でごく普通に起きている。島の北部に位置する東マレーシアのあるボルネオ島の地勢図東マレーシアの景観はほとんどが内陸部に向けて山岳熱帯雨林のある。 低地熱帯雨林である。マレーシア全域の約61%とボルネオ島全域の27%を占める東マレーシア全域は20万565平方キロメートルである。東マレーシアにはボルネオ島最高峰でもあり東南アジアで10市にも入る4095メートルのキナバル山を最高に最も高い山岳が5法ある。 ラジャーン川とキナバタンガン川というマレーシア最長の川も二つある。サバ州のバンギ島とサラワク州のベトルイト島は、もっぱら、マレーシアに位置する二つの最大の島である。最大の島は、ボルネオ島で、インドネシアとブルネーで分け合っている。二番目に大きい島は、サバ州のスバティック島で、インドネシアと分け合っている。サラワク州には、グヌンムル国立公園がある。 そのサラワクチャンバーは世界のホラーなチャンバーとして知られる中で最大のものである。グヌングル国立公園は2000年11月にユネスコ世界遺産に認定された。サバ州の魅力に世界遺産機のバル自然公園やシパ団島がある。サバ州沖合のサマランユデンやサラワク州沖合のバロニアユデン、同じくサラワク州沖合にある中央。 ルコニアガスデンなどのユデやガスデンは数箇所沖合で発見されている。バロニア油田は水深75メートルの深さ2キロメートルのシルト石や粘土で埋め込まれた高気中心よの砂岩からなる東西に伸びる二つの断層間の溶岩ドーム上の構造原部岩である。サマラン油田は水深9から45メートルにある深さ3キロメートルほどの位置の廃車にある交互に続く砂岩や 知るといし、年度の後期中心予の左岸からなる。中央、ルコニアガス電は、水深60から100メートルの深度1.25から3.76キロメートルの中期から後期中心予の炭酸塩大地や先方に形成されている。2010年の東マレーシアの総人口は、マレーシアの人口の20.4%にあたる577万人であった。 今日東マレーシアの人口の重要な部分は町や都市にある。最大の都市で郊外の中心はクチンでサラワク州の首都でもあり60万を超す人が住んでいる。コタキナバルは2番目に大きく東マレーシアで最も重要な都市の一つである。クチンやコタキナバルミリは東マレーシアで都市の評価の高いわずか3つしかない場所である。他の重要な都市に サバ州のサンダカンやタワウ、サラワク州の渋谷ビントゥル、ラブアン連邦直轄領のビクトリアがある。東マレーシアの最初期に住んだのは、ドゥスン族のような、ダヤク族などの関連する民族であった。この固有の民族は、重要な部分を形成しているが、人口の多数派ではない。数百年にわたりジャワ島や小スンダレ島、スラワシシマ、スールー州などのマレー諸島の多くの地域から、 東、マレーシアやボルネオ島に重大な移民が行われている。最近ではインドや中国から移住が行われている。固有の人々は元来アニミズムを信仰していた。キリスト教の影響が19世紀に始まる一方で、イスラーム教の影響が15世紀には早くも始まった。固有の人々は一般に東派心が強く民族語に加えて、 文化的にマレー語の別個の方言を維持している。サバ州の人口の約13%とサラワク州の人口の26%は中国系マレーシア人で構成されている。しかし、サバ州の実体的人口統計は1990年代に行われたとされる IC 計画により大幅に変容したと言われる。統一マレー国民組織を与党にし続けるために インドネシアやフィリピンの移民に市民権が与えられたと主張されている。王立調査委員会が2012年8月11日から2013年9月20日まで設置され、調査結果は2014年5月19日に首相に提出された。6ヶ月遅れで2014年12月3日に公表された報告書によれば IC 計画は実在し、それが 国家の人口に突然の急上昇をもたらした可能性があるという。しかし報告書はこの制度から利益を得る、腐敗役人を求断するのみで、計画の責任者を名指ししなかった。東、マレーシアには現在マレーシア大学サラワク校と、マレーシアサバ州大学という公立大学が2校ある。マラ工カ大学も両州に分校がある。 ラブアン連邦直轄領の高等教育機関は、コタキナバルセパンガルワンのマレーシアサバ州大学の運行である、マレーシア大学サバラブアン国際校舎である。ラブアン連邦直轄領にも東、マレーシアで唯一の4年生大学に進学できる、コレジマトリクラシラブアンがある。したがって、サバ州やサラワク州、ラブアン連邦直轄領の大学入学前の学生は、 すべてそこに入学しなければならない。シアシー大学サラワク校やトゥンク、アブドゥルラフマン大学、トゥインテック国際工科大学、マレーシア解放大学は、東、マレーシアに、地元の私立大学校舎がある。カーティン大学サラワク校やスウィンバーン、工科大学サラワク校は、サラワク州の外国の大学の校舎である。サラワク州に、市販大学が4校、サバ州に、 市販大学が4校ある。ハンボルネオ高速道路は、サバ州、サラワク州、ブルネーを結んでいる。この道路は建設以来維持管理は貧弱である。狭い道路は、街灯のない夜は暗く、多くの危険箇所や急カーブ、見通しの悪い箇所、くぼみ、侵食がある。しかし、連邦政府の資金は、高速道路の工場用に予算化されており、2025年の 完成まで段階を追って執行されることになっている。東マレーシアの主要な空港は、クチン国際空港、ラブアン空港、コタキナバル国際空港である。東マレーシアとマレーシア半島部を結ぶマレーシア航空や、エアアジアなどの輸送会社による日常的な飛行がある。他に、東マレーシアに入るには、サラワク州の渋空港やビントル空港、ミリ空港、 サバ州のサンダカン空港やタワウ空港がある。マスは東マレーシアの主要都市への国際線も運行している。ボルネオ島の農村部に行くには飛行機か川を船で行くしかない。大勢に利用されるラジャン川とともに多くの大きく長い川があるためにサラワク州では河川輸送は特に後半に用いられている。川は島しょ部と沿岸の町を結ぶ通信や 自民輸送用の船やフェリーに用いられている。木材もサラワク州の川を下る船や丸木船で運ばれている。ラブアンフェリーは、ラブアン島からサバ州やサラワク州、ブルネーまでの船便やカーフェリーを運航している。フェリーは島における主要な輸送手段として空港を凌駕している。サバ州は1950年代からモロによって国境を越えたテロにさらされている。 テロは1985年、2000年、2013年に、それぞれ激しくなり、現在まで続いている。そのため、東部サバ州保安地帯と、東部サバ州保安司令部が、この地域の治安を強化するために2013年3月25日に、創設された。2014年からは12時間の夜間外出禁止が、サバ州の東部沿岸部6カ所で施行され、 2016年現在も継続している。ありがとうございます。